はい、こんにちは。日本改革党靴沢亮でございます。参院選東京選挙区に立候補しております。東京の皆様はご投票よろしくお願いします。地方の方はお知り合いの都民の方にお声掛けください。よろしくお願いいたします。中村義雄様、近藤隆節様、福中様、チャンピー様、藤田様、陽介様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただいている方もいらしてですね、誠に恐縮であります。選挙活動資金にさせていただきたいと思います。ありがとうございました。昨日22日池袋東口ビトン前にいらしてくれた皆様ありがとうございました。アシュシュ様、チンクエ様、パールさん、石山さん、ヤスケイさん、塩さん、ちょっとあれですけれども、今日23日の選挙活動は17時から秋葉原、電気街口ですね、かつてガンダムカフェあったところであります。で、やります。まだ雑務がいろいろありまして一箇所しかできておりません。夕方徐々にエンジンをかけてまいりたいと思っております。厳正なるくじ引きの結果、ポスターは山本太郎の真下になってしまいました。こちらですね、右側の3列目の山本太郎の下が私であります。で、私の右下がすぐ蓮舫、その隣が松尾で、隣の隣が公明の竹谷さんで、なかなかのカオスと化しております。まあ山本太郎なんか注目度が高い、有名人ですから、ついでに私のこともちらっと見てくれるのかな、思っておりますけど、自民、立憲、共産、社民、維新、民民、公明、令和大賞で公開質問状による政策アンケートが実施されて、その結果が発表されておりました。1. 朝鮮学校無償化、外国籍の子どもたちにも教育の機会均等を保障する政策にしますか、いうことなんですけどね。自民、×共産、社民、維新、令和、丸、公明、立憲、玉木党、民民ね、無回答という結果ですね。明確にやりませんって言ってるのは自民だけですね。最低賃金を1500円に引き上げますか、自公、率、立憲、無回答、無回答って回答が一番ずるいかなって私は思いますけれども、自公なんか政権与党なのに無回答っちゃねえんじゃねえの、無回答っちゃ。維新、玉木、×引き上げない、共産、社民、令和、引き上げるというですね。共産、社民、令和が一番赤っぽいのかな。立憲はなんかその質問で、うまく立ち回ってますよね。自民は全部のね、質問に答えなくちゃダメですよ、どっちかは。無回答ってずるいかな。政権与党で権力握ってんのにさ。夫婦別姓を導入しますか、自民、×公明、立憲、維新、残り全部か。残り全部、丸。ということで、自民しか反対しておりません。夫婦別姓について、性的指向や性自認に関する差別禁止を明記した LGBT 平等法を制定しますか。これかつてからですね、逆差別、正常な人に対する差別を始めるんじゃないか、つまりですね、 LGBT だって言いさえすれば特権的に扱ってもらえて、文句言うようなもんなら、罰金とか罰則とか、正常な人、我々言いたいこと言えなくなっちゃうではないかと心配されている LGBT 平等法、自民が×その他が丸ということで、その他の腐れっぷりがよくわかるな。同性婚賛成ですか、自民が反対、あと全部賛成、同性婚、公明政権与党なのに、なんか違くね、自民さんは公明とまだやっていけるんですか、
こんなに考えが違くてさ、消費税を減税または廃止しますか、事故、罰、その他、丸ということで、政権与党らしいことを言ってきたな、公明は。まあ私は消費税、減税、もしくは廃止すれば、税収がドガンと上がると思っておりますんで、消費税廃止。ただでさえですね、今の我々日本、実質税負担率 48.1% の超重税国家になってますから、それ 10% ぐらい下げてですね、38.1% ぐらいにしないと、経済も何も未来に希望が持てません。特に若者が、結婚もしません。少子化に、拍車がかかります。というわけで消費税廃止、いずれ廃止ね、ちょっとずつ下げてていずれ廃止を、言っております。7、罰則を伴う人種差別撤廃基本法の制定に賛成ですか。これ民主党の時にやろうとしてた人権擁護法ですね。つまり川崎市とか相模原市とかでやってるですね、外国人の悪口言ったら日本人だけが罰せられるみたいな、これを法律としてやりますかってことなんですけど、自民公明玉木無回答だから、自民は無回答じゃダメだと、維新共産、否決、立社で、丸賛成ということで、なんか共産おかしいな、共産と質問間違っちゃったんですかね、見間違っちゃったんですかね。不法滞在者の在留資格を認めますか、なんだこの質問はっていう感じなんですけど、なんだそれ、いう感じなんですけど、不法は不法だろ、犯罪者だろ、自公、玉木、無回答、維新、立憲、共産、社民、令和、丸、在留資格を認める、つまり無制限に外国人入れちゃえっていうのがこいつらですね。維新、ろくでもないですね、はっきり言って、外国人技能実習制度を廃止しますか、自公、玉、無回答、なんで自民はこれやってる側だろ、賛成しなくちゃおかしいだろ、ずるいよなぁ。立憲、共産、令和、丸、維新、社民、反対だって。これ社民が反対って、なんか質問間違っちゃったかな、あそこも議員一人になっちゃって、秘書もあんまりいねえだろうから、人数が、なんか忙しくて間違っちゃったのかなという感じになります。10、憲法改正を要する、緊急の課題があると考えますか、自民、維新、玉木、丸、共産、社民、令和、×、公明、立憲、無回答。公明は、ロシアやウクライナのことは見たくないなという、考えたくないなという感じなんでしょうか。共産、社民、令和は、会見、一言一句変えんなっつってますから、まあまあそうですよね。防衛予算増額を継続しますか、自民、維新、賛成、公明、立憲、共産、社民、令和、反対、玉木、無回答ですね。反撃能力獲得に賛成ですか、自民、維新、賛成、公明、共産、社民、令和、反対、公明は、これ自民の足引っ張ることしかならないっすね、いずれね。もう離婚したらいいんだねえのかな、立憲、玉木、無回答、いうことで、まあ立憲も玉木んとこも労働組合が母体支持組織ですから、まあまあ外交安保防衛とかには疎いのかな。将来的に核共有に賛成ですか、維新賛成、自民公明、立憲共産社民では反対、自民反対なの、核共有に、自民でも核共有はおろか核武装しなくちゃって言ってる議員いっぱいいますけどね、青山さんとか山田さんとか、多分小野田さんとか高橋さんもそうなんですよね。玉木無回答、玉木はいいよ、玉木は、無回答でも、権力握ってね、責任ねえからね。14、2030年を目安にして脱原発しますか、自公、立憲、無回答、なんで無回答なんだって、自民がさ、自民は権力握ってんだから全ての質問に答えないとおかしいよ。維新、玉木、反対、これは玉木は電力労連とか J
自動車労連とかに支持されていくから、まあそうでしょうね。維新が賛成してる理由がわかんないですけれども、まあまあ、維新ってとこは、修具政治を目指してますから、信念はなくてですね、多い方、なんか受けがいい方をやってるバラバラ。ですんで、立ち位置が言ってることが、なんか保守でもね、赤でもね、バラバラだな。まあ、維新は維新でそれを、で、票を得てるんだから、まあ、一貫してるんですね。我々は、修具政治です。ポピュリズム政党ですって言ってくれたら、なるほどな、わかるんですけども、都ファも、その系統ありますね。都民ファースト、ポピュリズム。事柄事柄で受けのいい方を選ぶ。共産、社民、令和、賛成、脱原発。共産、社民、令和は、ぶれないなぁ。ぶれない赤だなぁ。自民だけが否定した項目はですね、朝鮮学校無償化、同性婚、夫婦別姓、LGBT 平等法です。あとは他は全部、賛成してやがる。この4つ。自民だけが否定してる。他の自民以外の男は戸籍の貴重さを全然理解していないと。意見が一致することが多かった共産、社民、令和。令和は若い層を騙すための、誕生した第二共産党ですからね。共産党とは瓜二子の、ことを言うのは、まあまあ、そうなんでしょうけどね。東京選挙区には、共産の選挙区、選挙違反常習犯の山添拓と山本太郎がそれぞれ選挙区で出馬しております。赤票食い合って、共倒れすっといいなぁ。共倒れしねえかなぁ。と、思っております。というわけで、引き続き参院選、頑張りたいと思います。倒れない程度に、やりたいと思います。応援よろしくお願いします。デトックスジャパン。